懐かしい気分に、コッペパンモーニングにメロメロ。岐阜市にある喫茶ゆこっぺさん、特徴的な看板が目印です。おはようございます。いらっしゃいませ。お店の名前の通り、名物はコッペパンを使ったメニュー。定番の焼きそばサンドやホットドッグだけでなく、チキン南蛮、豚の角煮、ユニークですね。ここではモーニングが一日中楽しめるそうで。お待たせしました、コッペちゃんモーニングのシナモンです。香ばしい香りが食欲をそそる揚げパンモーニング。シナモンと砂糖がたっぷり。注文されてから揚げるので、外はカリッと、中はあったかふわふわ。口に運ぶたび懐かしい気分に。さらに手作り茶碗蒸しに里芋の唐揚げ、これでドリンク代だけ、お得ですね。 JR 高山線長森駅から車で3分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレ朝の情報番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件紹介しています。午前7時50分頃からの放送です。また YouTube のメーテレニュース公式チャンネルでは、これまでに放送したモーニングを公開しています。ぜひご覧ください。